皆様大変長らくお待たせいたしました。厳正なる審査が終了したようです。来年の世界大会へ出場する栄えある2024ミスインターナショナル日本代表が決定いたします。さあ、緊張と喜びの瞬間ではありますが、まずはじめに4つの特別賞から発表いたします。お名前を呼ばれた方からステージ中央までお願いいたします。まずはミスパーフェクトボディ賞の発表です。この賞はバランスの取れた美しい健康的なボディの方に贈られます。それでは発表いたします。ミスパーフェクトボディ賞はエントリーナンバー8番梶麻里子さんです。おめでとうございます。ステージ先方までお越しください。続きましてミスビューティースキー賞の発表をいたします。この賞は艶やかで透明感のある素肌の方に贈られます。それでは発表いたします。ミスビューティースキー賞はエントリーナンバー21番竹下里穂さんです。おめでとうございます。大変失礼いたしました。エントリーナンバー24番野崎愛さん。おめでとうございます。ビューティースキー賞の野崎愛さん、ステージ前方までお越しください。続きましてミスハッピースマイル賞を発表いたします。この賞は最も明るく輝く笑顔の方に贈られます。それでは発表いたします。ミスハッピースマイル賞はエントリーナンバー21番竹下里穂さんです。おめでとうございます。ステージ前方までお越しください。最後にミスウェブジェニック賞を発表いたします。この賞は大会期間中に SNS でスポンサー商品など最も魅力的で反響のいい発信をした方に贈られます。それでは発表いたします。ミスウェブジェニック賞はエントリーナンバー5番大谷美恵さんです。おめでとうございます。ステージ先方までお越しください。先ほどは失礼いたしました。それでは改めて特別賞を発表いたします。ミスパーフェクトボディ賞はエントリーナンバー8番梶麻里子さん。ミスビューティー賞はエントリーナンバー24番野崎愛さん。ミスハッピースマイル賞はエントリーナンバー21番竹下里穂さん。ミスウェブジェニック賞はエントリーナンバー5番大谷美恵さん。プレゼンターの皆様をご紹介させていただきます。ミスパーフェクトボディ賞のプレゼンターは株式会社ユーワクリエーションホールディングス取締役管理本部長浅川達也様。ミスビューティースキン賞のプレゼンターは株式会社アッシュ取締役大沢裕次郎様。ミスハッピースマイル賞のプレゼンターは株式会社山田平安堂代表取締役山田健太様。ミスウェブジェニック賞のプレゼンターは株式会社ウェーブコーポレーション取締役営業本部長石井武弘様です。受賞の皆様には冊子が贈られます。
記念撮影をお願いいたします。プレゼンターの皆様ありがとうございました。